こんにちは。松はいつも一人の松です。2021-2022シーズンウェファチャンピオンズリーグラウンド8セカンドレグ、アトレティコマドリード対マンチェスターシティの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはただいま紹介しました試合の大きなネタバレを含む内容を話すラジオになっていますので、試合内容結果等を知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオにお越しいただければなと思います。では早速始めていきます。アトレティコマドリードのホームでありますワンダメトロポリターノで試合は行われました。アトレティコの方はシメオネのもと、352のシステムで、ワウワウさんでは発表されてたんですけれども、試合がスタートするとね、541のような形になっておりました。なので541システムで紹介させていただきます。ゴールキーパーオブラク、5バック右からマルコス・ジョレンテ、サビッチ、フェリペ、レイニルド、ロディの、5バック、そして、前線4枚に、右グリーズマン、中盤2枚にコケとコンドグビア、左レマル、ワントップジョアン・フェリックスというような形でございました。で対するマンチェスターシティはペップ・グアルディオラのもと 4-3-3 の形です。ゴールキーパーエデルソン、4バックカエル・ウォーカー、ストーンズ、ラポルテ、カンセロ、そして3センターデブライネ、ロドリ、ギュンドアン、そして右マフレズ、左ベルナルド、ゼロトップのような形でフォーデンが入っております。得点シーンなんですけれども、今回の試合セカンドレグはスコアレスドロー0対0で試合は終了しました。なので得点シーンはありません。2戦合計、0対1ということで、マンチェスターシティがホームで先制点を取ったことが、構想しまして、マンチェスターシティが、ベスト4進出を決めました。はい、では早速内容の方に入っていきたいなと思うんですけれども、ではまずアトレティコマドリードの方からいきたいなと思います。アトレティコ、普段はね 3-5-2 の形で基本は布陣は組んでくるんですけれども、ファーストレグね、皆さんの記憶にも新しい、5-5 のね、2レーンのシステムで戦って、極力失点をせずに、ホームでの試合を迎えようという、狙いの中でアトレティコマドリードはファーストレグを終えましたと。で1失点という形で、終わったので、アトレティコとしては非常にね、最小限の失点で、もちろんスコアレスドローで終われることが一番アトレティコにとって一番望ましかった形だったと思うんですけれども、0対1で敗北したということで、セカンドレグ今回ワンダメトロポリターノ での試合になると。で当然、マンチェスターシティが先制点を取って1点今優位性を持ってますから、アトレティコといえばアトレとすれば、前からある程度、攻撃性も残した采配にしなければならないと。なので、ファーストレグで見せていたような、5-5 の、ね、2レーンみたいなものは基本的になくって、5-4-1 で、構える形が非常に多かったと。で非常に、ソリッドに構えていまして、中央を まず通させない。でマンチェスターシティのビルドアップに対してもきっちりと制限をかけながら、ミドルブロックで制限をかけてましたと。でもその中で、上手にマンチェスターシティがボールを運んできたりして、自陣の方に侵入してきた場合は、しっかりと 5-4-1 ブロックをしっかりと形成して、もう中へは通させない。先ほども言いましたけれども、ボックス付近の、での連携だったりを全くさせない、いわゆる、ブロックの外でボールを回しさせるような形を、基本的にやらせていましたと。で、その時に、マンチェスターシティがねちょっと後ろ向きな状況になったりとか、姿勢的にも後ろ向きになったりするとちょっとハイプレス的なものをね、かけたりとか、コンドグビアのフィジカルを使ったタックルだったりとかでボールを奪って、カウンターを使ったりとかしてましたと。でマンチェスターシティの、両サイドバック、カエル・ウォーカーだったりカンセロだったり、非常に攻撃にも特徴を持っている選手、特にカンセロだったりとかはね非常に攻撃の能力高い選手ですけれども、この辺りの選手がね前がかりに出てきたりすると、その背後をしっかりとジョアン・フェリックスが流れて、スペースでボールを受けて、そこを起点に、数人が絡んで攻撃を行うと、いうことを行ってた、状況です。で前半はね比較的マンチェスターシティがボールを持つ時間が多くて、アトレティコは、ある程度耐えるような時間、皆さんが、多分一番想像された、と思うんですけれども、シティがボールを持ってアトレティコが守ると。で、変わったのはですね、完全に後半、少しね前がかりになるような姿勢を、アトレティコのとしてもしまして、シティがねなかなかボールをつなげないと、
ボックスに侵入することもできないっていうことになったので、アトレティコとしては、自分たちがね行っている、その守備のブロックの硬さとソリッドさと、脅威性、自分たちのところに侵入してきたらもう囲って奪うぞっていうね、もうプレッシャーですよね。当然あのワンダメトロポリターノの雰囲気もね、もう凄まじかったですけれども、あの雰囲気だったりとかね、もういろんなものをこう360度から多分シティの選手たちはプレッシャーを受けてて、普段だったらね見ることがないようなマンチェスターシティの選手たちのパフォーマンス でそこからボールを奪って、非常に効果的なカウンターを打ってました。で特にやっぱりジョアン・フェリックスねよくやってたと思いますし、グリーズマン含め、全選手がね戦ってたと思います。もちろんね、90分近く の, あの乱闘のシーンとかね、あの辺はちょっと熱がこもってる、アドレナリンが出てるからね、ああいうことも起きるのもしゃあないんですけれども、ただねあの状況でルイス・フェリペがごめんなさいルイス・フェリペじゃなくてフェリペかな、フェリペがね2枚目をもらってしまって、退場してしまうと、時間帯も時間帯なので、1人退場しても確かにちょっとアドレティコとしてはしんどくはなるのは間違いないんですけれども、そうとはいえど、後半に作ってたチャンスの数、決定機っていうものを見ると正直ね逆転できてもおかしくなかったんですよね。っていうかね正直ねもう驚いたというか、こんなに強いのっていうか、シティの調子もどうかなみたいなところは確かにあったのはあったんですけど、足止まってる選手もシティにいましたから、そういうのもあったのはあったんですけど、そうとはいえどこうなんていうんだろう、襲いかかるようなね本当もう波のような、もうチャンスの作り方だったりとか、守備だったりとか、構えるときはねなんかもう静かにこう構えながら来た瞬間バーンみたいな、もうなんだろうな、もう本当にこう獲物を狙うときの虎みたいなさ、なんかちょっとこう影からこうね草むらでちょっと獲物をこう見ながら侵入してきたらもう行くみたいな、本当もそれぐらい恐ろしさが今日のアトレティコにもあって、正直ね今回チャンピオンズリーグいろいろ試合見させてもらってますけれども、ちょっとねなんだろう、結構個人的にですけどトップ3には入るぐらい面白い試合でしたね。だこれぐらいちょっとこうアトレティコができるんだっていうのを改めてなんか知ったというか、当然ね会場の雰囲気とか、そういうのもあるんですけれども、とはいえどやっぱり戦う集団だなっていうのはね今日改めて見れたので、やっぱりくせ者集団だなっていうのはやっぱり思いましたね。はい、本当に素晴らしいパフォーマンスだったと思います。アトレティコのサポーターにとってはねもう非常にもう誇らしい選手たちだったと思います。本当にいいパフォーマンスしてたと思うんで、カラスコだったりとかね、ジョアン・フェリックスを変えたのはちょっとどうなのかなっていう部分は多少はあったんですけれども、そうとはいえどね後半から出てきた、コレアだったり、カラスコもデバウルも本当に非常にいい活躍してましたから、チーム全員でマンチェスターシティを非常に苦しめたと思います。はい、では対するマンチェスターシティの方なんですけれども、前半は非常に切り替えも早くって、コンパクトな陣形を保ちながら、対応してたと、なんですけれども、アトレティコのブロックをどう崩すかっていうのはね、ファーストレグ同様に非常に困ってました。マンチェスターシティがあれほど困るシーンって、リーグ戦含め、なかなかないと思うんですよ。でもそれだけの、アトレティコの、ブロックの硬さっていうのがあったので、シティとすればなんていうのかな、身長的にもそのフィジカル的にもタッパのある選手がいるわけじゃないじゃないですか、シティって。で、これよく、シティの話するときにも言うんですけれども、もう単純なクロスっていうのがなかなかこう使えないっていう状況があるじゃないですか。結構深い位置だったりとか、ニアゾーンだったりとかをしっかりと支配しながら、相手を後ろ向きな状況にした状況でマイナスのクロスして合わせてゴールとかね、当然ギュンドアンが惜しいシーン、ポストに当たったシーンとかあったんですけれども、ああいう形で崩せるシーンが多ければ、シティのフットボールだなって思うんですけど、そのシーンがなかなか作れないと、当然ねマフリーズがちょっと足が止まってたりしたシーンも結構あったので、マフリーズを変えることもありなんじゃないかなとは思ってはいたんですけれども、それでも変えずに、比較的シティが耐え抜くみたいなね、もう後半は特にですけれども、
時間が続いてたので、いやこれは珍しいぞと思って、まあ、こんなシティ、まあ、なかなか見ないですから、基本はまあボールを支配してボールつないで押し込んで圧倒的に崩しきって点取っちゃうチームですからね。だからこそこういろんな人から評価されて強いチームだって認められてるチームだと思うんですけど、そのシティが自分たちの特徴を出せない、自分たちの特徴を出そうとしてもなかなかうまいこといかないみたいな状況を作ってるので、アトレティコがシティは本当にね、まあ、難しい試合だったと思います。でもやっぱり最後の最後に、まあ、ファーストレグでね1点を取ったのを守りきって勝利したっていうのは、マンチェスターシティの気持ちの部分もそうだし、まあ、最後のねハグしたシーンとか見たらね、やっぱみんな本気だっていうのは、まあ、当然なんですけれども、いや気持ちがこもってた、もう勝つ気が本当にもうメンタル的にも、もうアドレナリン的にもいろいろ出てて、まあ、安堵した瞬間だと思うんですよ。で、まあ、当然ね、まあ、勝ち切ったっていうことはマンチェスターシティ非常に重要なんですけれども、やっぱりねカイル・ウォーカーがちょっと怪我してしまったりとか、デブライネがちょっと怪我っぽい感じだったので、まあ、その辺はね、ちょっとこの先ちょっと心配だなって思う部分もあるんですけれども、まあでもマンチェスターシティはね、まあ、今日は本当に、まあ、なかなかボールをつないでもちょっと攻め急ぐシーンがあったりとか、まあ、ゲームをねボールコントロールもちょっと難しくなってしまってたりとか、まあ、なかなかこうね、まあ、何度も言いますけど見れないマンチェスターシティだったので、もしかしたらね、アトレティコだからできた、アトレティコのあのワンダメトロポリターノだからできたっていうのも間違いないと思うんですけど、でもこういうフットボールをすればマンチェスターシティを苦しめることができるみたいな、ね、まあ、全員が戦って全員が球際激しくやらないとはもちろんダメですけれども、シティとすればもう本当に、まあ、これほどまでに困難な試合っていうのは、今シーズン初めてなんじゃないかな。まあ、もちろんね僕が見れてないマンチェスターシティの試合もあるので、まあ、その試合の方がまあ苦しかったっていう、まあ、シティのサポーターの方々もいらっしゃると思うんで、まあ、その試合がねもしあれば教えていただけたら嬉しいんですけれども、旗から見てて、今シーズンマンチェスターシティの試合を、まあ、ある程度見させてもらって、僕が見てきた試合の中では非常に一番は苦しんだ試合なんじゃないかなと。まあ、当然ね、リバプール戦とか非常に面白い試合でしたけれども、あれはもう苦しかったっていうか、もう本当にやり合いだったじゃないですか。でもなんかこっちはもうシティが自分の特徴も出せない状況だったみたいなね、ところだったので、なんかより苦しんだのはこっちなのかなと、思って、ちょっとまあ言わさせていただきました。はい、ということで、まあ、以上になるんですけれども、まずはまあマンチェスターシティのサポーターの方々、そしてマンチェスターシティ、まあ、フロントの方々、ベスト4進出おめでとうございます。まあ、悲願のチャンピオンズリーグ優勝をね成し遂げるために、これからどんどん、邁進していくと思いますけれども、頑張っていただけたらなと思います。そしてアトレティコマドリード、そしてアトレティコマドリードのサポーターの方々、これほどまでにね、こう僕もワクワクさせていただけるような試合、まあ、なかなかないですけれども、非常にそういった興奮を与えていただけたので、だから、まあ、第三者としてこう見させていただいてて、いいものを本当に見させていただきました。これから先、まあ、アトレティコマドリードが、まあ、どういう道のりを進んでいくのか、まあ、注目点はもちろんあるんですけれども、リーグ戦含め、これからもね注目して行かさせていただけたらなと思うのでよろしくお願いいたします。はい、ということで、ウェファチャンピオンズリーグラウンド8セカンドレグ、アトレティコマドリード対マンチェスターシティの総括プレビューは以上になります。ぜひ最後にチャンネル登録、コメント、ツイッター、インスタグラムのフォローもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。